木村拓也、映画、グランメゾンパリでパーマ後輩が話題も、コアが取れない、スターの座間く寸前の崖っぷち。歌手で俳優の木村拓也、51が主演を務める映画、グランメゾンパリ、2024年冬公開予定に、えいえ。グループのまさかどよしのり、27が出演することが明らかになり、多くのファンが沸騰している。 2019年10月クールに日曜劇場枠で放送された連続ドラマ、グランメゾン東京 TBSK は、料理のためならどんな犠牲も厭わない型破りなフランス料理のシェフ尾花夏木、木村が、鈴木京香56演じるシェフ早見みち子と出会い、周囲と衝突しながらも日本で3つ製レストラン、グランメゾン東京を作り上げようと奮闘する姿を描いたドラマ、 終了直後から続編を望む声が少なくなかった。3月13日にグランメゾン東京の完全新作スペシャルドラマが混沌放送されることが決定。木村や鈴木をはじめ、スーシェフ平子コ平役のキスマイ f t にの玉森優太三34、相沢敏人役の及川光弘54、ギャルソンとの陸太郎役の沢村一輝図56が再集結する。 さらに6月7日には映画グランメゾンパリの公開も発表され、スペシャルドラマの前日端としてフランスパリを舞台に三つ星、加徳に挑むことになる。映画の新キャストとしてパティシエ役で人気 K-POP グループ午後2時のオクテギョン35が出演することが発表され、さらにグランメゾンパリでコミ、い習い、として働く小暮タスク役に声紋が抜擢された。 木村との共演はこれが初となる。グランメゾンプロジェクトの公式 X、旧ツイッターにアフロヘアのような強めのパーマをかけた癖強めな正門のビジュアルが公開されると。正門くんなんか髪型癖ある役多すぎない正門くんって役者の時は普通の髪型にはならないのか。わら。思ってたよりもパーマで塔を爆発してる顔文字笑い。 といった声が殺到した。芸能プロ関係者が話す。依然として旧ジャニーズ事務所、そして新会社のスタートエンターテイメント所属のタレントには逆風が吹いています。NHK とテレビ東京はタレントの新規起用を NG としていますからね。そんな中、グランメゾンパリでは木村さんと西門さんの共演が実現する。 もともとグランメゾン東京には玉森さんが出演していましたが、さらにイ門さんも、あ<っ>まあ、どう見てもバーターにしか見えないですよね。えいえ。グループは5月15日に CD デビューしたばかり。スタート者が今最も売っていきたいグループであることは間違いないだろう。ただ、木村さんにとって本当の意味で負けられない作品になるであろう、グランメゾンパリ。 に後輩をバーター出演させる余裕があるのか、と言われていますね。先日、最終回を迎えたばかりの、ビリーフ、君にかける橋、テレビ、朝日系、も数字的には厳しい評価でしたからね。全土、既存の主演ドラマ、ビリーブは、テレビ朝日会局65周年記念作品と名打たれ、主演クラスの豪華俳優陣が集結。 6月20日に放送された最終回は世帯視聴率13.2%と4月クールの民放ドラマ最高をマークした。天見結城さん56や竹内龍馬さん31の圧倒的な存在感と演技に木村さんが霞んでしまう、脚本がいまいちといった指摘もありましたし、最終回は盛り返しましたが第3話以降は世帯9%台と一桁だったんです。 それが最終回で13%台を記録して大きく報じられましたが、そもそも、今やテレビ各局は世帯視聴率を見ておらず、重視しているのは広告収入に直結する13から49歳のコア視聴率ですからね。そして、ビリーブの最終回のコア視聴率は2.5%。それまでは1%台を推移していて、 最終話の一つ前の6月13日の第8話も1.7%でした。最終回で盛り返したとも言えますが、コア2.5%は決して高い数字ではありません。最終回の裏で放送されていた、秘密の県民賞曲日本レビ系のコアは3.6%で、ビリーブは県民賞にずっと負けていたんです。どう